はい、というわけで今回はですね、まあとっても言いにくくはないんですけど、なんだ、はい、高校入って、まあ今1年生なんですけどね、高校入って初めて中間、1回目の中間テスト的なものがありました。まあそれで今は全部帰ってきてないんですけど、その点数をね発表しようと思いますね。まあうちの学校は36点はセーフですね。で、35点以下が赤点なんですよ。だから36点はセーフ。で、35点が以下が赤点ですね。まあ最初は、まあ国語ですね。国語は、まあ、国語は、まあ29点ってね、赤点なんですけどね、29点というこの赤点、ちょっと見にくいな。まあ29点で赤点です。がっかりです。はい、まあ名前はまあもういいか。本名、まあ本リモコンの子、本名ね、藤原天太っていうね、はい、珍しいかなと思うんですよね。1年生にね、まあ、29点でね、赤点です。はい。で、2個目は、2回目がね、これなんだ。科学ですね、科学基礎。も、なんと、赤点でした、23点。赤点です。なんと2個中2個赤点ですね。やばいです。とってもまずい状況です。で、まあこれは数学ですね。まあ数学はなんとか41点と免れました。まあこれはまあ これも41点でね、免れました。今、まあ、3個中2個が赤点で1個はセーフで、次は保険、これ28点なんですけど、まあこれはこのテスト全部で90点なんですよ、満点。それで10点ノート点で、俺28点で、2点取って、ノート点2点で28点なんですよ。で、もう今日必要でお願いしたら、8点もらって36点で、なんとか赤点を免れました。で、まあ今4個中2個赤点で、2個セーフ。で、まあ次は家庭基礎ですね。家庭基礎も46点。セーフ。まあ、とってもセーフです。はい。まあ、これは結構、記号で稼ぎましたね。まあ、46点、なんとかセーフですね。次がもう、英語なんですよ。英語はもう、6点でした、英語は。なんと。びっくりしました、もう。俺らのクラスで一桁、俺だけだったんですよ。6点の。とっても、まあ、何も書けてませんからね。まあ、だから6個中3個、今日6回、6個、6、6個のテストが来たんですよ。で、まあ、6個中3個赤点で3個セーフ。まあ、そういうわけなんでね、もう見れば分かると思いますけど、このリモコンはね、全然頭はいいがありません。まあ、どっちかというとバカな方なんでね、がっかりです。あともう世界史と、情報 A と、情報処理と、あと、音楽美術案内の情報処理3つ。あと OC1 っていうのがあるんですよ。この4つですね。4つ。はい。でまあ、もう世界史はもう諦めてます。世界史は諦めてるんでね。世界史は諦めてる。情報 A はなんと、いけると思います。OC1 はね、OC1 もちょっと無理ですね。まず世界史 A は諦めてます。まあ、でも月曜日に全部来ると思うんでね、その時はまだ、じゃあ中間テスト発表後編ってわけで、まあ今回は前編ですね。はい。ちなみに OC1 っていうのは、英語で普通に英語あって、そこからいい人も悪い人もあげるんですよ。3個に。で、1、2、3で、
1がいい方で3が悪い方なんですよ。で、まあ、まあもちろん大きい1でも俺は3で悪いとこにいますね。はい、復讐っていうとこにいますね。あ、予習、あ、復讐ってとこにいます。まあ情報はパソコン、情報処理もパソコン系ですね。まあそういうわけで、はい、とってもがっかりなテスト結果です。まあまあまあ想像はついてましたけどね。まあこうなるのは、まあじゃあまあ皆さんも学生とかの人はもう頑張って勉強してください。まあそういうわけでリモコンでした。